はい、どうも、羽島清志郎です。どうしようかな。動物の森今やってるんですよ。村売ろうかな。村売っちゃおうかなっていうね。でもね、村売りたくないな。めちゃくちゃ手かかってんだよな、俺。村売りたくねえわ。ちょっと売りたくない。まあ一応査定には出してみようと思う。この村何億円って、俺貯金どれくらいあったんだろう。なんか無限増殖バグで王冠を作りまくって売りまくってね、金を稼いでた日々を思い出しますね。はい、無限増殖バグでね、王冠かぶって金をね、荒稼ぎしてた日々。あ、でもそれでも6000万ベルしかないんだ。しょぼいな。6000万、1億ベルいかないといけないんだよな。金稼ぐか。でもな、金の稼ぎ方って株しかなくない？ガッと稼ぐにはさ、このゲーム全然金稼げないんだよな。このゲーム全然稼げないんだよ。6000万ベルですね。4億くらいいってるかなって思ったけど、なんか途中でやめたんでね。やめたって言って。6000万ベルでもあってもいいんですけど、まあ一回セーブして、売るわ。売らないけど、査定には出す。査定に出そうかな。暇だからあれだな。公共事業でもやるわ。ちょっとね、リアルタイムではないんですけど、まあ、次から時間合わせてやっていこうかな。一応2021年なんですけど、まあ年数なんてどうだってよくて。まあだから、やっちゃった！綿毛がなくなっちゃった今。超フラワー装備って言ってね、頭にスズラン、口に金のバラ、手に、あれですね、タンポポ、綿毛をやってる状態だったんですけど、やられましたね。一応俺が村長なのかな？お、それだ。忘れてるっていうね。いや、なんか、7年ぶりって言われましたね。7年ぶりに飛び出す動物の森やって、で、今年ね、動物の森出るんですよ。でも俺ね、マジ、このまま行ったらやばいんですよ。マジでね、本当にね、これ冗談抜きで、下手したらね、今年痩せないと死ぬと思うんですよね。もうやばいんで。俺なんかね、パッと見だけでも病気を3つくらい持ってるんですよ。パッと見病気を3つで見えない部分でいい。多分5個。5つくらい俺病気持ってるんですね。あ、屁出た。公共事業しようかな。新しい事業。役場の改築何しようかな。まあ、俺が作りたいもの作るか。面白そうなものなんかないかな。なんか高いけど、タワーとか作ろうかな。俺のポケットマネーでいけるし、タワーくらいなら。なんかしょぼいな。タワーしかないな。しょぼいな。村人たちとしっかりと話していかないとダメだな。まあ今日からスローライフを始めようと思います。全然音量マックスにしてた。著作権引っかかるかな。いや、お、すご
今俺はオカマ状態で、髪の毛を女の子のね髪型にして、あれですね、あのあれですねって最近言葉がパッと出ないよね。ワンピース着てます。はい、ワンピースってなんで出ないのかなって思ったら、漫画のワンピースと被るから何か口から出なかったのかもね。いや、そんなこと言われても、そんな問いかけされても、ね、困るよみんな。うい、うい、家の改築でもしようかな。なんか、いや、新しい動物の森今年出るらしいのな。あ、よし、しつこく話しかけよう、フリルに。なあ、そのもう8年、8年も俺飛び物やってねえの。それはないな、8年はないな。まあ、時間感覚をお話聞かせて。なんてねって。はい、フリルの家に行くことになりました。フリルの家で何かぶっ壊して帰ってくる。いや、まあ動物の森の音楽はね、一応著作権、なんか収益受け取るには何かってなるらしいけど。おい、おい、いや、新しい飛び盛りやりたいね。俺150歳まで行きたいし、150歳生きたら、なんかあのラファオアのノリで11時間延長みたいな感じで、11兆世紀寿命延長みたいな、テレテレテテテテみたいな感じで俺は生きていきたいよね。わ、ゴージャスだな。化石がある。これからね、村人たちとあのワイワイ楽しくやる、うーね、やっちゃって。ウィーはなんか町へ行こう動物の森入ってるんですね。町へ行こう動物、俺蜂捕まえてたかな。あ、俺蜂捕まえたことないんだ。そうだった、なんかね、攻撃的な虫一匹も捕まえてないです。俺トラウマなんで、タランチュラ、サソリ、ハチ、俺あいつら捕まえたことないですよね。怖いんで、ゲームだろうが怖いものは怖いんで、やっぱりそこはね、だってさ、もう怖すぎるじゃん。俺ただでさえね、現実でもハチ怖いんですよ、めっちゃ怖いのに。いや、その刺されたって言ってさ、やられてさ、毒ですよタランチュラたちは。そんなんやられてね、首もやばいしね。痩せたらね、今年は痩せる、今年は70キロ痩せるから、もう歩き始めなきゃいけないわけよ。で、まあ得点につながるからあんま言いたくはないんだけど、やっぱ俺の家の周りって、まあみんなもそうだと思うけど、もうガキンチョロードなの、ここら辺。ガキンチョがいっぱい通るんだよ、そのね、通学路ってわけでもないんですけど、ガキンチョしかいないんですよね。なんかもうね、ごぼう星で封印されてるっていうか、ごぼう星でか封印なのか分かんないけど、その封印のためになんか寺をこうやって使って、その寺が学校みたいな、そんないっぱいあるか分かんないけど、ドドドドドドドンって俺の家の周りに学校を敷き詰めて、その羽島京四郎を封印させようみたいなノリくらいに、まあね、学校がね、もう周りに3000くらいあるんですよ。学校3000くらいあって、全然話盛りましたけども、身動きできないですよね。だからね、そのガキンチョどもが絶対にそのいない時間帯を狙おうかなと。あー、いて、寝すぎてね、もう最近、今日ね、今お母さん仕事なんで動画撮ろうかなと思って、飛び盛りやりながら喋ります。いやー、最近ね、まあスタバ行くわけよ。行かないけどね。なんかね、スタバ行ったんですけど、まあ、ドライブスルーですけど、親車に俺が乗って行ったんですけどね。まあ俺はよくキャラメルフラペチーノをね、そのあのクリーム、ソースマシマシでね、頼むんですよ。頼むんですけど、フラペチーノってあれめちゃくちゃ冷たいんですよ。あれかき氷じゃないですか。だから嫌だなって思って、キャラメルマキアート飲もうって思ったら苦かった。最初はなんかね、苦くなかった。いけんじゃないの、新時代来たかって思ったら、
いや、苦くてスタバクソだなってなりましたね。スタバクソじゃないんですけど、キャラメルフラペチーノ自体は好きなんですけど、なんかもうコーヒー嫌いっていうかね、好きじゃないから。あー、なんか今日は逆にコーヒー飲みたくないからコーヒー飲もうみたいな日じゃないとコーヒー飲まないんですよ。コーヒーとあんま美味しくないんで、そのまずさ確かめとこうみたいな感じで、たまに定期的に飲みは しないんです。不定期に飲むんですけど、そういう時は意外に飲めたり飲めなかったりするんですけど、まあ、コーヒーは苦いね。うん、あれの飲むもんじゃない。だから俺はね、なんだろうな、茶だよ、茶。抹茶なり茶をね、作る人になろうかな。うまい茶飲む趣味でも始めようかな。やっぱその今ね、俺もうねガチでやばいのよ。うん、ガチで腰もやばいし、いろいろやばくなり始めてて、痩せなきゃあかんのよ。じゃあここにね、ルームランナー買いますかってやってもね、お年玉でね、お年玉目いっぱいでできる限りいいやつを買って買いますかってやってやったとしてもね、あんまいい未来は見えんのよ。うん、もし俺が毎日歩けたとしてそれで痩せるかわからないから、やっぱ散歩ですよね。もう散歩するしかないんですけどね、もう罪なんですわ俺の周りは。変なやつらいっぱいいるからさ、嫌なんだよね。散歩したくないんで。でも散歩しないと死ぬんよ。死ぬんですよ僕。嫌じゃん、死ぬのは嫌じゃん。だったら散歩取らなきゃなって思って散歩し始めようかなとは思ってるんですけど、その時間帯が合わないよね。だから僕今飛び盛りをやってるんですけど、で喋ろう。これいつくらい椅子だったらいいのかな。どれにしようかな。そこまでにしようかな。俺金持ちだからな。俺は喋りの鬼になる今から。現実でも飛び盛りでも俺は喋りの鬼になる。うい。全く喋らないよな。何なのこの主人公はね。いや話してよって言ってんのかな。合図は何だろうな。目でこのピシャ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 で陰を結ぶみたいな感じで目をパチクリ動かしてんのかな。忍者で言う、そのナルトで言うね、どうやってるんでしょうかね。うん、やばいやばい、奴らでの動物たちもおしゃべりですよね。こうなんかもう接近してきてさ、一応まあなんだろうな、欲しいとか言葉は発してないにしろ、まあ音は発してないにしろ、言葉はなんかもう機械信号みたいな、電気信号みたいで送ってんだろうね。でもあいつらは音で返してくるんだ。頭悪いんかな。で声は出してないけど喋ってんだろうね。うん。あー痛い。髪の毛すごいな。またなんかね、風呂入ってね、風呂入って髪だけ水浴びしたらなんかめっちゃ臭かった。シャンプーつけないで水だけでねやったら普通に頭臭かった。はぁ、いやーマジでね、なんか飛び盛り、新しい動物の森やりたいね早く。いや任天堂のスマブラ結構ディスられてない？アマゾンレビューで。やっぱアマゾンレビューのやつらクソなんだな。なんか難易度にイチャモンつけてくるやつ、なんなの。なんで簡単じゃなきゃいけないのゲームって。うん、すごいよな、難易度にイチャモンつけてくるやつ。やばくないか。
嫌な、あんま好みじゃない住民をその追い出すようなことしてみようかな。うわ、なんで2連チャンで家行かなきゃいけないんだよ。今度俺の家来るし、俺のなんか要塞みたいなふざけた家に。要塞ってでも中に適当に家を置いてるだけで。おい、上がってこいよ、福子。お、黒い蝶々だ。よし。ういえ。代用が効かないやつが多いからね。なんかむちゃくちゃな、なんか名前してくるじゃんこいつら。やばくない？なんかこいつやっぱ頭いかれてんだな。どこ？いやー、まあね、時間があるうちは喋んなきゃね、もう。あー、いや、長くしてな。いてててて。まあ僕はね、普通に、で、普通ってよく俺の口癖なんですよね、普通にって。普通にって何の意味も込めてないんですよ。普通にデブなんですよねって言ったりして。だから普通にって言いたいだけであって、言いたいだけなんですけど、あんまり、意味は普通っていう意味はないです。普通って言ってるけど、痛いな。首の後ろずっといて。
意外に住民ってめちゃくちゃ分析するんだね。すごいな。分析されんな。口がすごい乾燥してる。ねえよこの部屋なあ、みんなには見せれねえけど、グレースの家具が適当に奥に置いてあって、前はあれだろ。お、服を帰らされた。部屋全部埋まったら帰ってくれるっぽいね。やばいよ、こんななんかね、すごいあれですよ、モアイとかが置いてあってね、全くベッドがある方向に行けないのに生活感がある。それは違うよ、それは違う。さすがにあんなに意外に分析できるのに、なんでそこは見抜けないんだろう。最後だから多分適当になったんだろうね。あんま帰りたいなってなって、遠回しにディスってくるしね。コレクターの部屋みたいって、そのお店には置いてないものだからって、まあ、コレクターみたいってね、置き方考えてないっていうことだからね。それは違うか、うん、めっちゃ褒めてくれる、最高だな。でもピコピコハンマーとか叩いたら怒られるんだろうけどね。ピコピコハンマーで叩かれたら嫌だもん。そうだ、マスターのところでコーヒーでも飲むか。マスターのところで飲むってことは清掃しに行かなきゃいけないな。清掃、正しい装い、清掃。いや俺やばいんですよ、もうね。もうね、中卒ってより俺小卒なんで、いや小卒もないんですよね、幼卒なんでね。本当に最終学歴、幼稚園でも、幼稚園でもろくに勉強してないから、もう最終学歴至急なんでね。本当にマジでバカだなって思ったの、本当にね、英単語何一つ分かんないんですよ俺。筋金入りのバカですよ。うん、悲しいよね。やっぱボキャブラリーが全くないんですよ。増やす気がないのかもね、うん、もっと増やさなきゃね、面白いこと喋れるようになんなきゃダメなんですけどね、本当に。ね、ちょっとね、もう堕落した生活を今送っておりますが、それにダメだからね。清掃ってなんだろうな、どんなものかぶってきゃいいんだろう。ちょっと女装やめるわ、普通に。普通にってやっぱ口癖で治んないんだよな。どれだけ普通になりたかったんだよってさ、異常なわけじゃないけどね、俺が。普通に、普通にって。もうどれだけ悲しいことがあったんだ、この人はってね、思ってる方もいると思いますが。まあ、同情するなら金をくれということで。うん、部屋狭いな。
いやでも高画質で動物の森できちゃうんでしょ今年。いや夏発売してくれるのもまあ冬よりはいいかな。早く発売してほしいな。4月かな発売。でもそんな発売してくれんの。でももう制作できてるってことだもんね。あ早くやりたいな。グラデーションサングラスと、あ、違う、ブラインドサングラスと熊の被り物があると多分ゆうたけさんができた。ゆうたけさんができたっけな。ゆうたけさんそんなんだっけな。ゆうたけだっけ。誰も忘れちゃった。忘れた。
飛び盛りにハマってるな、これは普通に。また普通にって言ったな。火が出ましたね。
いや、飛び森めちゃくちゃ本名だった。めちゃくちゃ本名だった。びっくりした。セーブするか。地獄みたいな動画だな。ただ俺が飛び盛りやってるとこ見せるって。まあ昔こういうのありましたからね。
久しぶりの1時間超える動画、こんななんか飛び盛りをやっている人間を眺める動画、なんかこうかぶりババアだな。よし、かぶりババアはいいらしいよ。なんか占いショッキングで買えよなみたいな、いいからって。まあいいや、その前に、まあ、一応トイレでも行くわ。行ってきます、トイレ。チャンネル登録者199人になっちゃった。やば、2人も減ったよ、新年で。やっば。やべえな。
来たな。
じゃあおしまいです。いや、たまにはぼーっとするのもいいね。いや、全然飛び盛りやってるけど。